はい、サポートお願いします。ごめんね。怖かったんだよね。検査して怖いよ。ほら、じっとしとったもんね。検査するときはさ、ちょっとじっとしてもらわなあかんからさ。はい。じゃあ、ワクチン出させてもらいます。さすがにさ、検査して疲れて食べん方をさ、ワクチン打つわけにはいかんのでね。で、そうそう、耳がね、左がちょっと効かない。だから、シルキナ持ってらっしゃいますよね。はい、あれをちょっと毎日入れてください。はい、で、まあ、右はそんなに汚くないけど、まあ、ついでに右に入れてもらっても構わないですけど。で、はい、1週間ぐらいしたら、そーっとちょっと拭いてあってください。はい。ちょっと、肛門専門店のためチェックを。肛門専門いっぱい入れてください。そう。はい、じゃあ、肛門専門もう一回チェックして。肛門専門なんか、やっぱりいっぱい出たみたいですね。だから、そこもう一回私もチェックさせてもらいます。はい。この上ではこれしかダメだね。軽くブラッシングしてください。はい、肛門腺もう一回チェックね。はい、お尻こっち向けて。じゃあ、狂犬病の証明書もお出ししますね。はい、よし。あ、それとまた、お尻の前の毛、足りますんでね。はいはい、ありがとうございます。もう出ません。長さが出してくれた分で出ません。だけど、袋が大きくなってるから、本当はね。この後出した方がいいんですけどね。1日1回で、でんかったら2日に1回、3日に1回、週に1回で、2週間に1回ぐらい。要はここで絞ってるので月に1回じゃないですか、ね、月に1回だといつもね結構溜まってるから、まあ相中ぐらいで本当は1回、全部出されるでも半分でもいいんですよ。出せれるとだいぶ違うかなと。尻尾上げてキュッて。そうそう、尻尾上げて。私やってもなんか痛いのか、キャーとか逃げてっちゃって。はい、じゃあこの子一回カゴに入れてください。はい。はい、じゃあちょっと電源からいきますね。はい。